青木愛君。私は、ただいま可決されました日本国有鉄道生産事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、国民の声、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会、および国民民主党・新緑風会の各派共同提案による付帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします日本国有鉄道生産事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案に対する付帯決議案。政府は本法の施行にあたり、次の書店について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。1、JR 北海道、JR 四国、および JR 貨物への 税制面も含めた支援の実施にあたっては、安全運航の基礎となる人材の確保、育成、並びに賃金および労働時間等の労働条件の改善にも配慮し、将来像の明確化とその実現に加え、経営自立の実現ができるよう万全を期すこと、また、二等特例や、承継特例などの税制特例措置をはじめとする、 既存の経営支援スキームについては、経営自立を果たすまでの間、現行水準の維持に努めること。さらに、新型コロナウイルス感染症による影響が見通せない中、状況の変化に応じ、支援内容を適宜見直すなど、三者はもとより公共交通全般への適時適切な措置を講ずること。二、経営安定基金については、 長期にわたる低金利により、当初想定していた効果が十分に発揮できていないことから、経済・社会情勢の変化に応じた実効性が確保できるよう、適宜適切に検討を行うこと。3、JR 北海道、JR 四国、および JR 貨物の3社は、主体的に鉄道サービスの提供に引き続き努めるとともに、 住民の意向や地域の実情を踏まえ、国と地方公共団体は連携して必要な施策を講じ、将来にわたり持続可能な鉄道網が実現されるよう万全を期すこと、特に JR が主体的に持続可能な鉄道サービスを提供できない事業領域については、国と地方公共団体が連携して必要な役割を果たすこと。 また、今後、さらなる加速が想定される人口減少、高齢化により、人流・物流網の維持・活性化が重要な課題となる中、JR 北海道および JR 四国の取り組みを、全国各地域における将来的な課題の解決につなげるよう努めること。四、地域社会の維持・発展に資するよう、企業立地・観光振興、 地域内または地域間の交流等を促進するための、機関的高速鉄道網の形成や、空港アクセスの向上に努めること、また、札幌までの北海道新幹線の工事実施において、地域住民への配慮に努めるとともに、四国における新幹線についても検討を進めること、なお、並行在来線の存続に関しては、 物流面および住民の足の確保も考慮した協議が行われるよう指導等を行うこと。五、環境特性、労働生産性などの面から、我が国、物流の貨物鉄道へのモーダルシフトの推進が重要であることに鑑み、必要な幹線鉄道網の維持については、単に鉄道政策のみならず、物流や環境に係る、 財源の活用等様々な政策によって対処すること未決議する以上でございます何卒委員各位のご賛同をお願い申し上げますただいま青木君から提出されました附帯決議案を議題とし採決を行います本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います前回一致と認めますよって青木君提出の附帯決議案は 前回一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしましたただいまの決議に対し赤羽国土交通大臣から発言を求められておりますのでこの際これを許します赤羽国土交通大臣え日本国有鉄道生産事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案につきましてはえ本委員会におかれまして熱心なご討議をいただきただいま前回一致をもって可決されましたことに 深く感謝申し上げます今後、本法の施行にあたりましては、審議における委員各位のご意見や、ただいまの付帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。ここに委員長をはじめ、理事の皆様方、また委員の皆様方のご指導、ご協力に対し、深く感謝の意を表します。誠にありがとうございました なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか、ご異議ないと認め、作用決定いたします。 踏切道改良促進等の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。赤